やあ、みんな大好きバーチャルブッダだよ。ボイス聖母マリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。2023年3月24日、ナナシインク所属の稲葉、ハネルさんが YouTube で雑談配信を、され、先日無期限謹慎となった二次三次の、軍道ミレイさんについて触れられたのですが、コメント欄に突然二次三次の渋谷くんが現れ、うちの後輩がすみませんと、軍道さんの件で勝手に謝罪するという陳事が発生したとして話題になっています。え、この人何やってんの？軍道の謹慎いじってアーカイブ非公開になったのに、まだ懲りてなかったんか。先日軍道さんをいじったアーカイブが非公開になったのは、二次三次運営の指示ではなかったんでしょうか。正直はじめくんのコメントには困惑しています。二次三次運営が指導してないのか、指導した後でこんなコメントしたのかは気になるところです。寝坊して遅刻したレベルならともかく、案件にも影響出てるような騒動であって、こうやって茶化すのは良くないと思うんですけど、そのあたりちゃんと指導してほしいところです。この配信において稲葉ハネルさんは軍道先生について語っていたのですが、その内容はまた後で動画にします。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画は、すべてのバーチャル YouTuber の守護物、バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ？この動画前にも見たなってことがなくなって、便利ですよ。せやな。